どうもこんにちは、今回は練り込み顔料を買ってみました。粘土屋さん .com で売っていたものです。はい、色はこちらのライラック、黄緑、グレー、茶、プラセオキ、バナジウムキですね。と粘土に練り込んでもいいんですけれども、色素として透明釉に添加して色釉薬も作ることができると書いてあるので、こちらの6色を使って色釉薬を作ってみようと思います。
それでは焼き上がったものを見て検証していこうと思います。今動画でやってた調合のレシピがこの1の PY ってやつなんですけど、と 0%、2.5%、5%、10% プラス容器の顔料を入れたテスト結果なんですけど、結果として 10% しかのものしか色がちゃんと発色していませんでした。なので 5% とかだと若干っていうか全然色、これ 5% なんですけど色を感じない感じですね。こちらもグレー、それで透明油とマット油がちょっと 5% 以上入れないと顔料ってあんまり発色しないんだなって分かったんで、次のテストから加える顔料を 5%、 7.5%、 10% に変更してやってみました。でこれ 5%、 7%、 10% って言ってもちょっと測りの限界があるので厳密ではないんですよね。 10% が 0.5g で 5% 0.2 で 0.1g としてやってます。でこれ結構いい感じに、これが天然わら灰の釉薬に顔料を 5%、 7.5%、 10% やったやつですね。結構綺麗に出ました。でこちらが大失敗した天然わら灰なんですけど、これ塗ってすらいないんですけど、めちゃくちゃカピカピになってしまいました。これはちょっと大失敗ですね。こちら赤土でやったやつですね。天然わら灰はちょっとすごい灰が軽くて、はかりで測った時になんかいくら加えても全然重量が増えないっていうか、すごい量わらの天然の灰は入れてておかしいなってちょっと思ってたんで、ちょっと測り方とか間違えたのかなって気はします。わら灰の時はめんどくさくなってしまったんで、いつも一個ずつ測ってテストピース作ってたんですけど、5個分ぐらいかな、わら灰はまとめてベース釉薬作ったんですよね。まとめて作ったテスト釉薬がベースの配合がおかしかったために全部おかしな結果になってしまい、テンションが著しく下がってしまいました。なのでちょっと天然松灰のわら灰釉はもう一回テストし直そうかなって思ってます。でもすごいこの合成わら灰に関しては結構かわいい感じに色が出たかなって思ってます。すごくいいですよね。こっちのでもマット釉薬も結構かわいく色が出てるので、詳しい配合は詳細欄に書いておくのでご覧になってみてください。ちょっと私の測り方が1000円と900円ぐらいの測りでやってるんで正確ではないと思うので、ご自身で、測ってテストしつついい配合を見つけていただければと思います。はい、それでは今回はこんな感じです。カラフルな釉薬がいっぱいできました。では今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。